大体皆さんが予想する感じの汚れ具合です。はい、あのまあことかと、まあリビングはことかよりはペットボトルが少ない。ほらペットボトルは少ないんですけど、ことかちゃんには負けますよ。あのなんでしょう、あのメイク道具もろもろであったりですとか、あのその他なんでしょう、バッグとか、あと猫ちゃんの何かとか、なんか段ボールとか、あとデスク周りが多分ことか以上にやばいです。え、ちなみにね、あのスクエアさんも一緒に片付けてくださってます。今回一緒に片付けていくよ、はい、もうありがたいです。あのここはね、うちの同期のあの女と違って、あの一緒に片付けてくださるというスタンスをね、失礼させていただいて。うわ、なんか変な匂いするね。だから言ったじゃないですか、あの酸味のある素敵なあのお部屋臭がするんですけれども、うんこが出てきました。猫のうんこが出てきました。皆さん、これあの私今ね、あのどこぞのファミマートのね袋を持ち上げたら、うんこがね、あの立派なおうんこが出てきました。これはもうすごいな、ある意味優勝。あの黒い謎の物体がたくさんあの散らばってて、なんて言ったらいいんですかね、あの皆さん、あの鹿児島の桜島とかは分かんないですけど、あの火山とかにいて、火山灰かな、火山灰があのスコヤ様のお家の床には転がってますね。火山灰がすごい、あの黒い何かがたくさん落ちてるっていう。なんだ、やだよね。じゃあ掃除してください、掃除してください。これすごいですわ。掃除したらジンマシン出てきた。いやだから定期的に掃除しなきゃ、もう掃除ジンマシンだ。掃除アレルギーだ、これ。掃除アレルギーって何ですか？掃除したらジンマシン出てきた。いや、すごいわ。本当だ。本当だ！何のジンマシン？掃除ジンマシン。私は、あの、二次三次の、なんか、何ですか、お部屋評論家みたいな感じになりたくございませんので、私は、まあ、呼ばれたら行きますけど、これ以上のお部屋見たくないですね。うん。結構もう、何ですかね、ラスボス2頭。あの対応したところですので、ちょっとあと今後あと1年ぐらいは対応したくございません。はい、じゃあまた1年後に来てください。1年分散らかしときます。散らかさないでください、お願いいたします。ケルベロス所属のチミ毛量、